日本のおもてなし文化を代表するお茶。こちらは長久手市の茶道教室。おもてなしを受けていたのは、2人はシンガポールにある人気スイーツ店のオーナーとパティシエです。普段シンガポールの店で飲む抹茶は苦かったり味が強すぎたりしますが、日本で飲む抹茶は花の香りや果物の香りがします。全く違います。そんな2人が来日した目的は日本茶。新しい抹茶スイーツを作るためのお茶の買い付けと茶道の文化を学びに来ました。抹茶はシンガポールですごく人気です。一番の理由は健康的だということ。抹茶を振る舞っていたこちらの男性、実は豊田市でお茶農家を営む石川たつきさんです。石川さん農家のこだわりは無農薬栽培。化学肥料などを一切使わず、環境にも体にも優しいオーガニックの抹茶を作ること。How many people does it take to do one whole harvest? 多い日は100人来てもらうじゃない、お茶摘み。ああ、本当にいいものを作ろうと思うと、人間その100人の人間の手でいいところだけを集めないと、いいものはできない。通訳するのは妻の咲さん。日本茶を気に入ってもらおうと家族で魅力をアピールします。お茶の国内需要が低下する中、石川さんは4年前から海外に直接売り込むことを始めました。しかしその矢先、コロナになったばかりの時は7割のお茶を廃棄することになってしまって、まあ、本当に先行き、これから先どうなっていくんだろうか、このままお茶農家を続けていけるのかという不安もあったんですけど。しかしコロナ禍の制限が明け、海外との取引も再開。そこで追い風となったのが円安でした。用意するのが大変で、まあ、嬉しい悲鳴といったところでしょうかね、はい。倉庫にはドイツへの輸出用のお茶が40箱も積み上げられ、この数過去最高だといいます。今まででも20箱ぐらいが最高でしたけど、これだけまとまった注文をいただいたのは初めてです。海外からの注文が順調な石川さんのお茶。今回シンガポールから来たお客さんはその場で抹茶2キロと煎茶3キロを購入しました。洗練されたデザインのスイーツが並ぶこちらのお店、シンガポールでは行列ができるほどの人気店だといいます。石川さんの抹茶は一体どんなスイーツに変身するのでしょうか。スポンジとクリームにはたっぷりと抹茶が練り込まれ、チーズケーキやババロアなどの4層の味が楽しめるようになっています。ファーストミッションはなんとかクリアできたので、あとは引き続き長いお付き合いができるように頑張っていくだけです。本当の抹茶の美味しさを世界の人たちに知ってもらいたいなと思ってます。円安で思わぬ恩恵を受けている日本のお茶、海外ではその良さがさらに広がっています。